さんのお気づけ始まります。はい、おはようございます。今日は、もしウエストが細くてガリガリさんで、補正したけど、おはそりちょっとやばいな、足りないなってね思った時、そういう時はおはそりを、2枚にします。いつも三角形に上げてお腹はねなるべくちっちゃく見せるんですけど、今回はウエストが、補正が、お腹足りなかって帯が折っちゃうかな、補正が足りないなっていう時のために動画を上げてみます。はい、それではね、まずじゃあこちらから襟をね、はい、よいしょ、はい、やってきます。はい、まずですね、こうして前来ました。そしたらここで大事なのはここね、この下線、ここから、はい、下線シューッとこう、ここに出るぐらい奥へずーっと、まずこれを入れちゃうね、はい、こっちから下前も奥へ、はい、上前も奥へ、まずここ綺麗にしちゃいましょうね。こう下がってますね、下前はこうなってます。はい、じゃあこれを綺麗に入れてみましょう。はい、まず襟合わせますね。はい、ここはいつもの動画の通り、はい、で簡単ですよね。このまま下ずーっとこういってるからね、下へこうずーっとこういってるよ。はい、そしたら、はい、押さえてくださいって言って押さえてもらうよね。はい、よいしょ、はい、三角形に上げるより楽ちんかもしれないです。はい、ちょっと入れて、はい、ラウンドして、はい、持って、はい、ここでよいしょ、はい、綺麗に合わせます。この先いっとくよ。はい、押さえたよ。はい、押さえました。はい、紐です。はい、紐は上から、はい、タック取って、このまんま行きます。はい、ここでタック押さえたまんま、キュッとこう。はい、こちらも、キュッと。はい、後ろシュッと。はい。胸紐は上の方で締めれたら、こうやって上の方で締めてください。はい。別にこう、こんなに上じゃなくても構わないですよ。はい。こうしますね。はい、下前。延長線上、はい、引きます。はい、こちらも、はい、引きます。はい、脇もずっとこう前へ、はい、持っていきます。はい、後ろですね。はい、後ろ、よいしょ、はい、背中心、はい、そして脇へ送って、はい、綺麗に、はい、送っておきます。はい、ここおはしょりね、こうでしょ。はい、ほら10センチぐらい長いでしょ。だから10センチのとこ持って、こう上に向かってあげるね。はい、もうちょっと、いかないでももうちょっとかなと。大体こうして。はい、この紐の上ね。ちょっと上にしてた方が後から直せるよ。はい。こんな感じ。はい。38、9センチね。はい。で、この下線、下の中心線と後ろの中心線を、はい。ここね、合います。ここ、接中心。ね、こんな感じ。はい。じゃあ前行きます。はい。2枚になってるけど、ここまず脇揃えるね。はい。に八つ口入れます。はい、余分なところは必ず押さえて、じゃじゃん、押さえて、はい、押さえて綺麗に出すよ。はい、こっちもね、まずこっちとこっち、はい、こっち行った、はい、ちょんちょんちょん、はい、よいしょ、この余り分、こうね、よいしょ、はい、綺麗にタック取る、取ったね、はい、はい、布目綺麗にしました。そしたらもう一回これ今上に締めたのね、緩んできちゃってるから、えい、緩んだぞ。もう一回ここで一本目しといたらコーナーでギュッと締めて、はい、ここでもう一回締め直そうね。上で締めても補正が足りないと落ちてくる時あるからね、こうやって締め直せばいいよね。はい、そうするとここ緩むから、ここタック取って、ここもタック取って、はい、緩みを、はい、押さえます。はい、ここ2枚にするときは簡単だよね。はい、そしたら、はい、1、2、はい、これ10センチ長いでしょ。10センチ長いからここで10センチ上げなきゃいけないよね。はい、シュッとこちらへ持ってくる。奥見線揃えたね今。はい、じゃあ今度ここ脇線のとこね、脇線のとこ、はい、ボックスに持ってこちらに、これ向こう行っちゃってると奥見が向からこっちに持ってくるね、こっちに。はい、それでこの下線を向こうへずーっと奥へね、この
この中にあるのね、これ今つまんでるよ。これをね奥へシュッと入れとく。はい、そしたらそのまま、はい、ここで、はい、ボックスにしとく。はい、そしたらここが、はい、よいしょ、はい、きれいに、はい、2枚になってる、2枚になってるね。はい、お腹がない場合ね、はい、今になったまんまです。はい、そしたら今度ね、ここは簡単よ。はい、ここ、はい、よいしょ、ね、ここはね、こうやって止めとくよ、今ね。はい、みんなは止めなくていいよ。で、こことここが一緒になればいいのね。そしたらここそのまんま持ってきてね、持ってきて、これ下へ下ろしとくね。はい、そしてここでボックスだけ取ってね、で、ここで1枚、こうして奥身の延長線上を持ってきて、はい、でここで綺麗に、はい、押して入れてあげる。はい、そしたらよいしょ、はい、ここ押さえた、ここだけのことね。はい、よいしょ。はい、そしたら私の頭で見えるかな。はい、ここ綺麗にして、ね、ここに紐があるから、はい、あら、よし、取れちゃった。そしたらここで、はい、おはしょり紐をすれば、はい、ほら、お腹がぺっちゃんこだから2枚にしても全然大丈夫でしょね。はい、でちょっとここ下ろしちゃうよ。はい、そして、はい、39センチ、ちょっとここボックスきれいに取って、ちょっとこうラインで上げていくのね。そしてここシュッ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 とシュッ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 と、私で見えない。はい、よいしょ、ね、そしたら今度後ろ、はい、ここね、こうなったでしょ。はい、ここで一回ピューっとで、ここ押さえて、はい、上げる。はい、こんな感じ。はい、はい、お腹を、はい、2枚にしてきれいにボリュームを出す場合、ね、この下前を、この下前の襟先を、ね、そのまんまきれいに奥へしまう。こちらも奥へしまう。そうするとここはこの上だけキュッと上げればきれいになるからね。はい、そしたらで、この余り分は後ろへ行くようにして、パシャ。はい、こんなの持ってきたらね。みんなが伊達巻き持ってきてくれるわけじゃない。伊達締めだったり、こんなのだったり、いろんなのがあるから、ね。はい、こうして、はい、2枚ができました。はい、どうでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるので、グッドボタンもお願いします。